千葉橋は平安時代末期に武蔵区に入間軍千葉を拠点とし、地頭としてその南部一帯を所領した一族、村山島の一氏族。川越市指定史跡千葉橋館跡、平高持を外する官武兵士の流れを組んだ武蔵七島の一つ、村山島は平頼党が多摩軍に起こした一族であり、その孫は多摩軍北部から入間軍一帯で勢力を伸ばした。 そのうちの一人である、村山家継の子、千葉家信をを外するのが、千葉氏である。家臣は、武蔵野大地の東北端となる、千葉大地に12世紀半ばに、千葉市間を構え、その南部一帯に広域な荘園を構えた。家臣は、千葉七郎と称し、源の義朝に従い方言の乱では、家臣や金子家ただら村山党の武将は武勲を、示した。その後、 千葉氏は、源の頼朝に従い、家臣の次男、千葉悪化は、文治元年に頼朝の家長寿院参拝や、兄の千葉信平と共に、研究元年の頼朝上落の随病となるなど、弟の千葉家行も含め千葉氏の名は、あずま鏡や、方言物語に多く出てくる。信平の着男、千葉信恒は、研究六年の頼朝の東大寺の供養に、随行している。 上級の乱では、川越北西部の上後を地盤とする川越市に従い、宇治川の合戦では京型を破るも、千葉橋は、家行信常など多くの戦死者を出した。その後、悪化の直系では、千葉森直が、北条時助の二月騒動に連座して中殺される。千葉氏の中には西国に渡り伊予国の地頭になった、氏族もで、千葉下根高は、 淡路国に所領を構えた。大安元年の武蔵平一揆では、他の村山当初氏と同じく、川越氏に従って拒兵するも敗北、千葉氏も衰退する。その後は、千葉次郎のように、室町幕府に仕え、京徳の乱以降は、大木谷上杉氏に従うが、川越屋線で、上杉氏が衰退すると、後法上氏の家臣となる。千葉久史は、 鶴岡八万宮造営奉行に任命され、その後、千葉実主は、北条宇政に仕えた。以降、相模国や伊豆国に治療を終え、江戸時代の旗本の千葉氏の家系が生まれた。千葉氏館は、平山城で、現在の新菓子川西側の高台にある。館の東の一角に、蝶徳寺があり、碑文がある。蝶徳寺は、千葉氏の寺仏堂から派生した寺院で、 冷水産性浄土院と合する。北院の末字である。館跡は川越市指定史跡で土塁や堀の一部が遺構としてある。明治時代に館跡の下方に千葉菓子が作られた。ありがとうございます。